補充券、補充券とは、日本の鉄道駅において、ま、独自に、常備されていない、乗車券類、もしくは、乗車券類発行端末で発見できない、乗車券類を発行する際に用いるものと、鉄道、路線バス等で駅員、または車掌など乗務員が、旅客に対して、主に乗車に必要な乗車券等を所持していない、場合に発行する乗車券類である。駅において、 窓口に常備されていない駅までの片道乗車券を発行する際に用いられる。切符は旅客に渡す後編と売上報告用の移編に分かれている。発券端末が普及した駅では原則使用されていない。JR 東日本が京王電鉄に駅業務を一択している部外河原の駅、JR 九州の一部のポス端末設置駅などで使われている程度である。 西日本 JR バス、JR バス東北では、金沢駅、森岡駅に設置されていたが、審判の専用補充券の設備を導入したことにより、撤去された。補充型道乗車券は大まかに2種類に分けられる。駅において、ま、独自に常備されていない、駅間との往復乗車券を発行する際に、用いられる。切符は旅客に渡す。 後編と売上報告用の乙編に分かれている。補充往復乗車券も大まかに2種類に分けられる。以前は窓口に常備されていない連続乗車券の発行に用いられていたが、マルスタンマの普及により、使用益が減少し、唯一残っていた JR 東日本市のノイ線、坂北駅における使用も2006年11月30日をもって、 設備廃止となり消滅した。切符は旅客に渡す、後編と売上報告用のお編に分かれている。駅において、窓口に、常備されていない駅までの回数乗車券を発行する、際に用いられる。切符は旅客に渡す、後編と売上報告用のお編に分かれている。駅において、窓口に、常備されていない駅までの定期乗車券を発行する、際に用いられる。 切符は旅客に渡す、後編と売上げ報告用の乙編に分かれている。JR の旅客営業取扱基準規定、第236条では、に用いるとされている。駅において、蒸気の自由で乗車券類を発行する際に用いられる。切符は旅客に渡す、後編と本社売上げ報告用の乙編の二編式が、よく用いられるが、 さらに自家所集計用の平変の三辺式が用いられる回も存在する。JR などではノンカーボン紙を使用するがカーボン紙を挟んで使用する会社もある。端末が設置されている駅では経路などの関係で端末で発行できない乗車券、最長片道切符等の特殊な乗車券及び非常用として保管しているところがほとんどであり、 近距離乗車券などで入手するのはかなり困難である。なお、JR 北海道や JR 九州のマルス、未設置駅の社員配置駅や簡易委託駅では、常備区間以外の乗車券を、出札補充券で発行しているところもある。JR 北海道バスでは、札幌駅地下、アピア案内所、サマニ駅に鉄道と同じ様式だが、独自の自問で設置してある。特急券や、 指定席券などの料金券を発行する際に用いられる。切符は旅客に渡す後編と売上報告用のお編に分かれている。ノンカーボン紙である。マルス端末設置駅では端末で発見できない券の場合や団体旅客が回数券を同時に使う場合などに使用される。ただ JR 東日本、西日本、四国のポス端末設置駅、 JR 四国は旧型のみでは、ポス端末による指定券発券ができないため、発行の際に常用されていることが多い。また JR 北海道、四国、九州の発見端末未設置駅では、指定券のほか、自由席券の発行にも使われることもある。ポス端末設置駅においては発行後に、ポス端末メニューの補充券発行実績に入力する必要がある。 オつへは、売り上げ処理後、各社の審査センターに送られることになっている。社内において、上記の自由で、乗車券類を発行する際に用いられる。切符は旅客に渡す、後編と売り上げ報告用のオつへに分かれる。通常の乗車券、急行券、特急券だけでなく、一部の往復割引き切符も、発行しているところがある。路線図が書いてあるものや、着駅や運賃、 経由駅などが羅列してあるものがあり、車掌がパンチで穴を開けたり、期日や運賃などを書き込んだりして発行している。発着駅や運賃、発券自由などが発行時点で印刷されており、手を加えないこともある。また料金を周知する際に乗客が高額紙幣のみでの支払いのために、釣り線が不足している場合に限り乗車駅と下車駅を印字した。 補充券を私友人改札にて料金を支払うことができるよう手続きした例があるほか、一度、高額紙幣を受け取って、料金を、収受済みである証明を発行し、友人駅で受け取った、紙幣額と利用区間の差額である釣り線の受け取りができるように手続きをした、補充券を発行する例がある、乗車変更や別途乗車に対応するために、 一般用特別補充券の代用として発行される。一般式特別補充券の代用として発行される。駅においては、駅周辺の路線、車内においてはその車掌区が乗務している路線の、駅名が記載されたものや、地図式で記載されたものにパンチと呼ばれる毒の形を、下外産ばサミで穴を開けて素早く発行できる。そのため、一般用補充券に比べて、 目にする機会が多かったが、JR 線では、車発起の普及により、イベント時や一部線区での特別な場合のみ使用される。路線バスの場合には、国鉄バス JR バスの件のように、鉄道のそれに近い乗車券の様式を規定したものを用いている場合もあるが、東海自動車は案内書によっては、発見する乗車券が全て補充型道乗車券の箇所もある。また、 バス会社の中には、金券式の回数乗車券を代行で用いる場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。